こんにちは、ゆりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。そしてもし初めて見てる方だったら、ぜひ下のチャンネル登録ボタン押してくれたら嬉しいです。今日の話はすごく複雑な話じゃなくて、ポートレートの私が撮影してる時に考えてる15ポイントをシンプルに紹介したいと思います。だからもしこういうポートレートとかこういう写真とかの撮り方を見たい方だったら、多分今日の動画は話さないので、次の動画に飛ばしてもらった方がいいです。今日はなるべくシンプルな感じで私の撮影している15ポイントの話をします。まず最初はポイント1とポイント2は機材の話をします。一番最初はどんなカメラとどんなレンズを使ってるか、カメラは何でもいいですよ。一眼レフとかレンズを交換できるカメラなら何でも大丈夫です。もっと大事なのはレンズですね。だいたいポートレートを撮影しているときには単焦点レンズで撮影するのが多いです。私の場合に一番よく使っているのは135mm の F2 と 24mm の F1.4 と、たまには 85mm の F1.8 使うこともあります。単焦点レンズで撮るのがほとんどです。単焦点レンズを使っているもう一つすごく大事な理由が、ポートレートを撮るときにはできれば見てる人の目を被写体の方に誘導していきたい。だからあんまり写真にいらないものが写らないようにするためには背景をぼかすことがよくあります。それで単焦点レンズの F1.8 とか F2 とかぐらいのレンズを使うと簡単に背景をぼかすことができます。次はポイント2はライティングです。光です。光はどんな光を使うかというと、もちろんストロボを使うこともよくあるんですけど、別にストロボを使う前提で撮影してるわけじゃないので、いろんな光を使うことも重要です。でもポートレートを撮影している時に、特に女性を撮影している時には柔らかい綺麗な光がすごく大事なものになっているので、できれば柔らかい光で撮影したい。そして光が被写体に対して大きければ大きいほど柔らかい。同じ大きな光が同じソフトボックスとかが被写体から離れれば離れるほど被写体に対して小さくなります。そうなると結局被写体に対してその光が硬くなります。だから同じ大きなアンブレラでも被写体のに対してどこに置くかによってどれだけその光が柔らかいのは変わります。光は大きい方が柔らかいけど、どういう光を使っているかは、例えばソフトボックスとかアンブレラとかオプライトとかストリップボックスとか、いろんな種類があります。例えばリングライト、それかトラウンドフラッシュ、オプライト、ストリップライト、見た目は小さいけど結局これを伸ばしたら1メートルぐらいのストリップボックスになります。ソフトボックスとかを使うこともよくあります。ポイント3は設定です。一番最初にポートレートを撮るとき私が開放でしか撮らないです。もし絞る理由がなければ開放で撮ります。 135mm の F2 は2でしか使わない。 24mm の 1.4 はほぼ 1.4 でしか使わない。シャッタースピードはストロボを使うか使わないか次第なんですけど、ストロボを使わないときは自分が手で持てるシャッタースピードで撮ります。135mm で撮るときは20分の1ぐらいで十分ですよね。あんまりシャッタースピードが遅すぎて実際にブレてないかとかずっと頭の中に考えてたら、結局もっと大事なところを見逃すことがよくあるので、できればそこを考えずに毎回シャッター切るとシャープに被写体が映ることをに自信を持って撮影すると、もっと大事なことに集中できる。だからシャッタースピードはできればもう自分が手で持てるシャッタースピードで撮りたいです。そしてストロボを使うときにはシンクロスピードというのがあって、もしハイスピードシンクロに対応してないストロボを使うなら必ず200分の1までにシャッタースピードを抑えないといけない。それは私の設定でした。だいたい開放でしか撮らない、シャッタースピードは自分が手で持てるシャッタースピード、そして感度は環境にもよりますけど、大体私が感度を決めるときは環境が暗ければ暗いほど、もし私がこの被写体を環境と自然な感じで撮りたいんであれば、感度を暗ければ暗いほど、環境が暗ければ暗いほど感度を上げます。だからもし夜景ポートレートで撮るときには
すごくドラマチックな感じで撮りたいときには感度を下げます。そして被写体になるべく影を入れて撮ることも多いんですけど、もっと自然に夜景も被写体も撮りたいときはそれをバランスするために感度を上げます。1000、1250、1600、2000まで上げることもよくあります。だからその3つを考えるときには、まあシャッタースピードは自分が手で持てるシャッタースピードと開放と感度は被写体と背景のバランスを調整するために使っています。神戸最高ですね。で次のポイントはポイント4で、もう一つすごく重要なことは今あなたがどこにいるのかをすごくよく分かることで、そして周りにどういう光があるかを意識すること。毎回ストロボを使うわけではないので、例えばどこに太陽が反射して結局被写体にいい光を与えてくれるのか、例えばあのビルとかがあってビルの壁に光が反射して光が戻ってくる、そういう時でもすごく綺麗な自然光になることもよくあります。そしてちょっと夜になる時は例えば自販機でもすごく綺麗な光を作るので、それ使うこともよくあります。自動販売機はジュースを買うものだと思われるかもしれないんですけど、私からしたら大きなソフトボックスにしか見えないです。本当に周りにある光を意識して撮影するのはすごく大事なことです。自販機じゃなくても例えば今いるハーバーランドにもいろんなところにあるんですけど、インフォメーションボードとかもすごく綺麗な光を作ります。それを使って撮影することもよくあります。だから実際に自分がカメラマンとして作る光だけじゃなくて、実際に自分の周りにある光を意識して撮影するのもいいと思います。そしてまあストロボを使うときはむしろストロボの光と周りのある光を合わせて撮影してみたらすごくまた面白い。次のポイントは5番です。でよく撮影しているときに、例えば昼間外で撮影しているときに太陽がありますよね。でちょっと自分の太陽への考え方を少し話したいと思います。太陽は被写体の前側にあるときは敵にしか思えない。なんでかというと太陽の直接来ている光が被写体の顔に関わってくるとあまり綺麗ではない。ただ太陽がもし被写体の前側じゃなくて被写体の後ろ側だったら友達です。そういう時は太陽を使ってむしろ被写体と背景のエッジをつけたりとか、被写体の髪のエッジをつけることもできます。だからまあ大体太陽の私の考え方は被写体の前側にあって、そして被写体に直接入ると敵です。太陽は被写体より後ろの方にいる時は友達です。そして次は背景の話をしたいと思います。できればポートレート撮影をしている時には背景をシンプルにしたい。なぜめっちゃ邪魔、なんでここを選んだのか。人物撮影をしている時に背景はなるべくシンプルな背景がいいです。なぜかというと被写体がメインです。自分が撮影しているモデルさん、新郎新婦さん、人がメインです。そこにあまり邪魔してほしくない背景は。だからそれができるためにはいろんなやり方があります。ポイント1で話した通りにポートレート撮影をしている時にはよく単焦点レンズを使うことがあります。そうすることによって、まあ、今のポイントで大事なことは背景をシンプルにすることができます。背景をぼかしてなるべく被写体に目がいけるようにすることができます。背景を考えるときにはなるべく被写体と関係ないものを写真に入れたくない。例えばたまたま入ってるゴミ箱とか、ほんまに風が邪魔なんですけど、たまたま壁にあったコンセントとか、そういう小さなものはあるんですけど被写体とは関係ない、被写体と邪魔してる。だからできればそういうものをなくしたいです。ポイント7です。もう一つ背景をシンプルにする方法がローアングル撮影です。私がローアングルで撮影するのはめっちゃ好きです。まあこれぐらいかな、むしろ
こういうやり方するのは普通にあります。でこうすることによって結局自分が立ってる時に下の地面の情報が見えるけど、自分が下に行けば行くほどその情報がもう見えなくなる。だから見てる人の目が本当に被写体の方に行きます。ローアングル、特に望遠で撮るときに 85mm、135mm ぐらいのレンズを使うときにはローアングルはもうすごく重要な撮り方です。だからある撮影の結局一番いい結果が一番綺麗な作品、一番使える写真は誰でも見てるところからは撮影してない。結構ありえないところまで行ったりとか、まあすごく誰も行こうともしない端っこのローアングルを使ったりとか、そういうところで撮影した写真は被写体が見てもうわすごいってなることもよくあります。アングル変えよう。次は8番。8番はキャッチライトです。結局撮影している時にはここはストロボが重要になってきます。例えばストロボを使う時にはアクセサリーの形がキャッチライトの形になります。だから私がアクセサリーを選ぶときにはすごく近いポートレートを撮るときにはラウンドフラッシュ、まあ、つまりオーパライトを使うことが多いです。オーパライトのキャッチライトが丸い感じで、そしてすごく綺麗で自然な感じに映ります。すごくアップで撮るときにはなるべく、まあ、思いっきり四角とかの形はあまり見たくないです。そしてキャッチライトが入ってると本当に人間の目が生きてるように見えます。9番です。この写真は使えるか使えないかのすごく重要な条件が目が生きてるかどうか、そして目にピントが合ってるかどうか。目にピントが合ってないと結局その写真は使えない。だから自分が写真を選んでる時にはだいたい目を見ながら写真を選んでます。目が生きてなかったらもうこの写真は使えない。だからまあ目にピントが合ってるかどうかだけじゃなくて、そして目の表情が生きてるかどうかもすごく重要になってきます。10番は構図です。構図にもいろんな決め方があります。いろんなルールもあるんですけど、そのルールを破ることももう一つ構図の重要な考え方です。で、まあ、例えば一番先に撮影している時は3分割とかリーディングラインとかを使って構造を決めることがすごく重要だと思います。自分でも普通に毎回撮影している時にはほとんど3分割で始めます。3分割で始めるけど、実際にその場で撮影して撮影することにつれて構造がだんだん変わっていきます。だんだんまあ違うものを探したりすることができます。一番よく私が使っている構図がだいたい3分割 と、広がってるライン、リーディングライン、そしてパターンを使ったりすることもあるし、そして広がってるラインの間に被写体を入れることもよく私が使っている構図です。船が来たよ。でかい。で構図の話を続けるともう一つ重要なことは、ある写真ではすごく重要なことはその写真の一番明るいところは何なのか。で私が一番明るいところを被写体にしたい、被写体が一番明るいところにしたい。だからまあストロボを使ったりして被写体と背景のバランスを決めて、で結局被写体を一番明るいところにする。で、まあ、人間の目が一番明るいところに行くのが自然なので、できれば被写体を一番明るいところにしたいです。11番はポージングです。モデルさんのポージング、普通に経験のあるモデルを撮ることもよくあるんですけど、素人を撮ることもよくあります。まあ、ポートレートを撮るときにはポージングはすごく重要なことになってるんですけど、大体私が撮影しているときには、まあ、みんなそれぞれ違うと思うけど、私が撮影しているときにはほとんどそのままの自分が欲しい、自然な被写体が欲しい。で大体ポージングをさせるときには、まあ、アマチュアでもプロでも
私がやってる時には大体被写体はもう本当に自然な感じで行って、それに私がライティングを組んで撮影するのが一番多いです。12番はコミュニケーション、被写体とのコミュニケーション、すごく重要なこと。だいたい被写体とコミュニケーション取ってる時には私があんまり声出して指示しない。私がだいたい鏡として見てほしい、被写体を。そして例えば被写体に左向いてほしいんだったら、自分が左向いて、被写体に顔をこっち向いてほしい時は自分がこっち向いて、被写体に手で髪触ってほしい時は自分が手で髪触って、こういうふうに指示することが一番よくあります。ですごく自分が感動してすごくいい写真が撮れた時は必ず被写体に見せます。切れば撮影する前に被写体とコミュニケーションを取りたい。実際にカメラを持って撮り始める前に、実際に撮影している時にどういうことに意識してほしいとかを被写体に理解してほしい。例えば左が今みたいに左だったら、被写体が今みたいに左向いたら綺麗に映ります。綺麗に顔の方に光が当たります。ただもし被写体が今こっち向いたら、もうあまり綺麗に映ってないんですよね、顔が。で、できればそういうことは撮影しているときに被写体に理解してほしい。もし私が光をこっち側に置いたら、できればあなたの顔がこの間に動くと一番綺麗に映ります。この範囲であなたの顔が動くと一番ちゃんと光が入ります。もしあなたの顔がこの範囲から外れたら、もうあなたの顔がそんなに綺麗には映らない。だからそういうことを意識してほしい。できればそういうことは撮影始める前に被写体に伝えます。そしてまあ撮影する前になるべく被写体の信頼を得て撮影したい。で、そうすると撮影始めたら結局ほとんど喋らなくても大丈夫です。ほとんど何も言わなくても大丈夫になります。まあ、大体始めるときには実際に自分がどれだけ楽しいのか、どんな楽しいことを話したりとか、下ネタの話したりとか、そしてまあコミュニケーションでいうと、みんなカメラマン撮影してる人はみんなそれぞれ性格が違う。例えば私がこのやり方でやってるんですけど、誰でも私のやり方を使っていい被写体とのコミュニケーションができるわけではないと思います。みんなそれぞれ自分の性格があるので、その自分の性格が自然に出て、自然な性格でのコミュニケーションが被写体とできたら一番いいんじゃないかなと思います。13番はすごく重要です。何があってもポジティブでいることがすごく大事です。で、撮影している時には必ずトラブルとかいろいろあります。必ず何か問題があったりとか、例えばストロボが光らなかったりとか、そういうことが普通によくあります。だからカメラマンの仕事は写真を撮るとかそれだけじゃなくて、もう一つすごく重要なことが問題を解決することです。そしてその問題をどうやって解決するかというと、私のやり方は大体何をやってもポジティブな感じでやりたい。例えばね、何回か私のラジオスレーブを忘れたことあります、撮影で。テンション下がりますよね、それは。ただそれは私の問題です。ラジオスレーブを忘れたことは私の問題で、それを私が被写体にあんまり伝えたくない。被写体に私が今問題があってはどう撮影しようかっていうことは、あまり被写体もそこを考えてほしくない。私の問題なので、被写体とかヘアメイクとかスタイリストは自分のやってることは多分すごくちゃんとできてるので、そして私が写真を撮ることは大事なので、それがどうやってできるかは自分で考えます。で、もしラジオスレーブを忘れたとしたら、
結局、まあ、ストロボがなくてどうやって周りの光を使うかを考えて笑顔で撮影を続けるのがすごく重要なことです。あのラジオスレーブ忘れたから結局はストロボが使えないとかこれができないとかじゃなくて、実際に何があなたが何ができないかじゃなくて、この環境で何ができるかをもうちょっとポジティブに考えて撮影した方がいいんじゃないかな。そしてまあ何をやっても撮影がうまくいかない、自分が考えてることがなんかうまくいかないことがありますよね。私もそれたまにあります。でもそれがあったとしても被写体にそれが絶対伝わらないようにします。例えば撮影して10分撮影して20分撮影してもなんかうまくいかねえな、もうどうしようとか、そういうことは絶対あの被写体には伝わらなくて、できれば実際に自分がこの被写体に見せれる写真が撮れた時には見せます。だからまあこのポイント13ポイントで言いたいことは、私がだいたいポジティブな人に囲まれて撮影したい、仕事したい、周りに笑顔な人がいると自分も笑顔になります。だから自分でもなるべく笑顔になると、笑顔になって楽しくやるときっと周りにいる人も楽しくなって笑顔になって、あのいい雰囲気になるんじゃないかなと思います。そして14番は必ずローモードで撮影してます。できればカメラのフルスペックで撮影したい。 JPEG で撮影して普通にそれでいい作品はあの出せないことはないんですけど、ローファイルで撮影している時にはその後の自由がいろいろ増えます。よくいろんな人が言っていることが、もう JPEG でそのまま何もストロボとか使わずにそのままの雰囲気の写真を出したい、もう JPEG のままで特に編集するつもりもないし本当にそのままの状況を写したいって言ってる人がいるんですけど、ただねカメラはそこまで性能は良くないですよ。自分が自分の目で見たものを JPEG で撮影して、そしてその絵が結局自分の目で見たものになるかって言えばそんなに簡単にはいかない。カメラはバカなので暗いところを見せるのか明るいところを見せるのかを選ばないといけない。どっちにしてもコントラストのあるシーンとかで撮影している時に両方を見せるのは無理ですね。でもそういう時に JPEG じゃなくて RAW ファイルで撮影している時にはさらに JPEG の明るいところと暗いところをもっと近づけることができます。もっと実際に自分が見えたシーンに近づけることができます。まあそれで一番大事なことは RAW で撮影しているのは私が失敗が怖いとかじゃなくて、本当にあの自分が感じているものを最大限に後でロー現像している時に作品にできたらいいなと思ってます。そして撮影している時と実際に自分が撮影してすぐに写真を見ることはほとんどないですね。1週間かかったり2週間かかったり、まあ実は半年前撮影した写真をまだ見てないものも結構あります。で撮影している時に感じているものと実際に1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後に感じているものは全然違います。で、そういう時にはできればローファイルの自由が欲しい。ローファイルを自由に上3段と下3段をいじれることができたら一番いい写真になるんじゃないかなと思います。そして最後に15番まで行きました。15番はだいたい撮影している人がそれぞれ違うと同じカメラ同じ設定で撮影してても結局できる写真が違いますよね。ってことはだいたい撮影してる時にあなたがカメラマンとしてその被写体のポートレートを撮ってるんですけど、実はねそのポートレートはただその被写体のポートレートではなくあなたのポートレートにもなってます。あなたのスタイルを写す作品にもなってます。まあ、私が撮影しているポートレートでもただはその被写体のポートレートではなくその写真があくまでも私のカメラマンとしてのポートレートです。その写真には私の考え方、私の光の考え方、私の何が美しいかと思っている考え方、そういうものがいろいろ入ってます。なんでかというと、もう本当に私が撮影している時にはただ被写体を撮りたいんだけじゃなくて自分のスタイル、自分のやり方でその被写体を撮りたい。
デートしてる人には邪魔だね。これだけ技術的な話をしてたらロマンチックな感じはないな。それが私のポートレートを撮影している時の考えている15ポイントです。もしその中で皆さんの役に立てるポイントが何かあればすごく嬉しいです。そしてまあぜひコメントの中にこの15ポイントの中で実際に使っている技術とかがあれば書いてくれたらすごく嬉しいです。あとまあ実際に私が多分言ってないものが結構あると思います。もし他に何か面白いアドバイスがあればぜひまたコメントに入れたらみんなの参考にもなるのでよろしくお願いします。これからもこういう動画たくさんアップするのでぜひまだチャンネル登録されてない方は下の登録ボタンを押してくれたら嬉しいです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。イエイ。やばい、1時間半になってる。これどう編集するか。